正直な気持ちはほっとしてますね。まあ、厳しいゲームでしたし、まあ、なかなかうまくいかないゲーム展開の中、まあ、引き分けで次に進めたっていうのは、まあ、としたのと、まあ、もう一回引き締めて最後残り1試合に向けていい準備をしたいなとは思ってます。相手も点を取らなきゃといけない状況で、まあ、前に来てましたし、まあ、プレースタイルの問題もありますけど、まあ、そこでうまく、いい方向には向かなかったかなっていう90分の印象ですね。僕京都来て3年目ですし、なんていうんですかね、チームとしても本当に上がらなきゃいけない状況なんで、まあ、リベンジというかもう本当にそれにかける思いはチームとしても個人としても強いと思います。まあ、ここまで来たら今日のゲームもそうですけど、どうなるか分からないんで、まあ、しっかりいい準備をして、まあ、自分たちのやってきたことを信じてプレーするだけだとは思います。今日は、引き分けで、なんていうんですかね、決勝に行くことはできますけど、最後まだ何も手にしてないんで、最後しっかり国立で勝って笑えるようにいい準備をするんで、ぜひ応援よろしくお願いします。